どうも、林木ザメ、サメ社会学者リッキーです。今回は新江ノ島水族館、通称江ノ水の紹介になります。それでは早速いきましょう。どうぞ。こちらは相模湾大水槽の上部でドチザメたちが泳ぎ回っています。日本で一番多分一般的なサメだと言えるかもしれないです。島とかブチ模様があってね、結構可愛いサメだと思います。そして岩の上でね、ホシエたちが休んでいます。ホシエは赤エによく似た仲間なんですけども、背中に星を思わせる白い斑点模様があります。まあ、ちょっとね、黒くて見づらいところもあるんですけども、まあ、そういう特徴が一応あります。で、あと赤エが河口付近とかにも現れるのに対して、ホシエはもう少し沖とか深みにいるみたいです。あとはね、今映ってるみたいに、星絵とかこのエイがガラスに張り付いた姿を見て可愛いって顔っていう人いるんですけど、これ口と鼻なんですね。目は背中側についています。なので人間で言えばこんな感じですね。エイが張り付いてるときはこれが映ってる状態です。この相模湾大水槽は魚の種類や地形など相模湾の海を再現しようっていうコンセプトで作られた水槽です。なんでね、相模湾以外の日本の近海でよく見る魚がこうたくさん暮らしていますので、基本的な魚の種類を覚えたいっていう方には結構理想的な水槽だと思います。ちなみにホシエも相模湾に一応生息しているので、釣りなどで出会う機会があると思うんですけども、まあ、尾びれに毒針を持っているので、もし釣り上げてしまったら取り扱いとかには十分注意が必要です。こちらはコブダイのオスです。以前もコブダイの子供を動画で取り上げて、メスからオスへ性転換しますって話を、しましたが、この子は、成長してオスになった個体ですね。コブがしっかりできています。この子は赤目の幼魚です。赤目は前もスマスイの動画で紹介しましたね。日本の固有種で最大1メートル以上になる、大型の魚です。大人になると結構綺麗な銀色に輝く、ボディをした美しい魚なんですけども、幼魚はこんな風にちょっと迷彩っぽい縞模様が入ってます。今隠れちゃいましたね。顔つきは赤目のかっこよさがやっぱり出てるんですけど、ちょっとまだ幼げな顔をしていて、模様とかもあって可愛いですよね。まあ、こんな風に魚には大人と子供で模様とかこの姿形が違う魚っていうのが結構たくさんいます。お次はウスバハギですね。名前の通り薄っぺらいんですけども、サイズはカワハギの中でも大きくて、最大70センチ以上に達することもあります。ちなみにこの子ほぼ真っ白に見えるんですけども、個体により斑点模様とか、太い縞模様が出たりします。まあ、サメもそうなんですけど、魚の体色って結構育つ環境とか餌とかこういろんな要因で個体差が激しかったり、します。あと生きてる時と水揚げされた時で色が変わっちゃうことかも結構いるので、魚の見分けで色を使うっていう時は結構気をつけた方がいいと思います。砂の中から大南ウミヘビが顔を出していますね。ウミヘビというと海での生活に適応した爬虫類のウミヘビと、ウナギ目ウミヘビ科に属する魚類のウミヘビの2種類がいますが、この子は魚類のウミヘビです。ただダイナンウミヘビはその中でも顔つきがちょっと尖っていて、歯も鋭かったりするので、ちょっとヘビ感というかね、なんか恐竜感がある、結構かっこいい見た目をしています。この子はユノハナガニです。一見普通のカニに見えなくもないんですけど、なかなか一般には多分見ることができない深海生物です。深海にはマグマで熱せられた海水が噴き出す熱水噴出孔、通称ブラックスモーカーと呼ばれるものがありますが、ユノハナガニはその周辺で生息しています。熱水噴出孔付近は熱水に含まれる硫化水素やメタンをエネルギー源にする細菌などを、中心とした独自の生態系が広がっているんですけども、ユノハナガニはその周りにいる生物を食べて暮らしています。こちらはね、画質が悪くて大変申し訳ないんですけど、同じくブラックスモーカー付近に生息をしているゴエモンコシオリエビという生物です。彼らは自分の毛にバクテリアを繁殖させて、それを食べるっていうちょっと面白い食性を持っています。ちなみにゴエモンという名前は、茹で釜にされた大泥棒石川ゴエモンの名前にちなんでいます。熱水の近くに、ね、生息する彼らにちょっとぴったりの名前だと思います。結構名付けた人ね、おしゃれだなって僕は思います。
お次は狼魚のドアップです、東北地方やオホーツク海などに冷たい海に生息している狼魚は貝やカニなど硬い獲物を噛み砕いて食べています。狼っていう名前もあってね、怖い顔っていうイメージが結構あるんですけど、僕的にはこうなんかシワシワな顔がちょっとなんかおばあちゃん的な愛嬌があって、結構可愛い顔だなって個人的には思っています。さあここら辺でサメが再登場します。ツマグロの子供たちです。模様がおしゃれで、あの小型なサメなんで、本当にこういう色鮮やかな魚が多い、水槽に入れると映えますよね。まあ、実際にツマグロはあの人間の子供がこう遊びに行けるような浅瀬の、こういうちっちゃい小魚がいるような浅瀬に本当に現れることがよくあります。江ノ水のツマグロたちはなんか顔つきが結構シャープな気がしますね。まだ若いからかもしれないんですけど、糞先がこう尖っていて目が小さくてどことなくこうシュッとしたイケメン顔をしている気がします。なんかかっこいいですね。ツマグロって結構いろんな水族館にいるんですけども、まあ、個体差というか館ごとにちょっと顔つきとかね、体つき違っていたりするので、僕結構水族館ごとのツマグロを見比べるの好きだったりします。なのでね、水族館回ってるサメ好きの方とかはね、ツマグロ見たらあのよく見るサメだと思うんですけど、こう顔つきの違いとかちょっと見てみてください。お次はトラフザメのドアップを撮影したものです。僕結構ドアップよく撮るんですよね。なんかサメに限らず魚の正面顔って可愛くないですか？なんかこれあの鼻が2つついてると思うんですけど、その周りにあの見えるかな、画質的にちっちゃい穴がポツポツってついてるんですけど、これが電気を感じるためのロレンチーニ瓶っていう器官です。あと口の中に細かい歯がね並んでるのがちょっと見づらいかもしれないですけど、映ってると思います。トラフザメは甲殻類や頭足類、エビカニとかイカタコの仲間を吸い込むというようにして食べて生活しています。で、あの歯がちっちゃくて確かに尖ってるんですけど、ちっちゃい歯がこうザラって並んでるんで、多分飲み込む際に逃げられないようにこう捕まえる、引っ掛けるための歯なのかなって僕は思います。最後はこの子たちです。コツメカワウソです。結構人気ですよね。あのこの水槽の周りもかなり人が集まってました。コツメカワウソを含むカワウソの仲間は河川や湖などに水辺に生息しています。イタチ科の動物って結構流線的なこう細長い体をしていると思うんですけども、カワウソはその体型とあの加えて水かきを持っていたりして、本当にあの泳ぐことに特化した体をしています。なんで本当にあの水辺に適応した哺乳類なんですね。コツメカワウソの原産地は東南アジアなどの場所なんですけども、狩猟の対象になってしまったりとか、あとは生息地が開発されたりしてしまって、生息数の減少が危惧されています。さらに言えば最近の日本でのこうペットブーム、あるいはあの動物カフェブームで、それに応える形で密猟密輸が増えてしまっているので、僕としてはね、あの可愛い動物ではあるんですけど、日本国内でも厳しい規制が必要だなって思っています。以上が江ノ水の紹介でした。なんか僕の動画よくカワウソで締め入ること多いですよね、なんとなく。ただね、これカワウソペットブームってやっぱり問題だとは思うんですよね。あのなんか悲しいというか滑稽じゃないですか。あの可愛い可愛いって言って他国からどんどん、取り寄せて、気がついたら絶滅させてましたっていうのはなんか非常に残念ですよね。日本では一度あのカワウソを絶滅させてしまっているので。あとこれうなぎとかも本当そうですよね。あの美味しい美味しいってこうバクバク、安売りしてこう食べまくっていたら、気がつかぬ間に、絶滅させて他の、国から取り寄せて、さらに資源をこう減らそうとしてるっていうのは、日本うなぎはまだね絶滅してないですけども、非常に、悲しいというか残念、だと思います。あとすごい話変わるんですけど、あの江ノ水に限った話ではなくて、あの僕の動画って結構自分的にいい絵が撮れなかったりとか、あとは僕があんまり詳しくないからっていう理由で紹介してないだけで、あの本当に水族館ってたくさんの魅力あふれる魚、他の生物がたくさんいるんですね。なので、僕も勉強したりとか、してあのいろんな生き物を紹介できるようにしていきたいと思います。江ノ水はねちょっとサメが少ないんですけど、その分他の、しかも日本人として知っておくべきような身近な魚が、こうたくさんいるので、またねあの江ノ水に行った際には、いろんな生き物を紹介していきます。それでは本日の動画これで終わりたいと思いますので、次回も引き続きよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さよならブカ。
バイバイ。